イラクリオン県はギリシャ共和国のクレタ地方を構成する行政区の一つ。県とはイラクリオン。イラクリオン県は西にレティムの県、東にラシティ県に接している。県の中央部と北部、海岸部及びちには農地が広がっていて他の県南部などの地域は産地となっている。また県の西部にはイダ山脈が南部には アステルシア山脈が連なっている。イラクリオン県の北部に浮かぶディーア島は、イラクリオン県に属している。県内の高知部以外の地域では、暖かい気候である、地中海性気候である。人口5000人以上の都市、集落には以下がある。最大の都市は、クレタ島の主婦である北岸の港湾都市イラクリオ。イラクリオン県内には、新石器時代及び、 ミノア文明期における多くの重要都市があった。その中でも複雑な構造の宮殿があるクノッソスや古代都市パイストスなどは有名である。どちらも新石器時代から居住していた都市であり、紀元前2000年から紀元前1600年に繁栄したミノア文明時代のものが発掘され、学問的にも興味深い場所である。イラクリオ県イラクリオ県は以下の自治体から構成される。 人口は2001年国勢調査時点。イラク領権の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのイラク領権は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。県には以下の軍があったが、2006年以降法的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。